果今後やめた。自分でやめた。ハードルは高いんじゃないかなって。家借りれんじゃん。2つ目は病院か、この2つ以外は、まあね、本当だ、本当だ、どんどんだよ。どうぞ。食器ではまだですか？今から行きます。うん、荷物が運べないことは何回も言いましたよ。理解できますか？ま、俺が持ったらいいってこと？はい。なんて言われた？自分で生活保護やめた。自分でやめた。それはなんで？食べていいの？食べていいの？アラちゃん、服って持ってない？ない。荷物が全部盗まれた。盗まれた？ここで？それ、最近の話。うん、うちの T シャツ買ったらさ、ないのやない。ちょっとさ、僕が買ったら着てくれる？ね、でも今日なんかすごい不機嫌だけどどうした？だから同じことばっか何回も言って理解してないみたいだから、うん、すごい理解するんだろうって。例えば何？なんか服がないものなくて、うん、それとも理解しないって。服が、うん、知ってないことはないけど、もう今じゃあ完全に家ないんだ。今日もさ、ホテルで警察官の人来たって言ってたけど、お金払ってなかった？お金払った？あ、そういえば一人暮らしの家どうなりました？探してもらったんだけど、はい、まあ、その生活保護を、うん、受けてる状態じゃないと、うん、まずダメだ。生活保護は受けてる状態じゃなくて、家がなくて困ってるんですけど、本当に今は、今まで家あったけど、今はない。それが本当。いや、俺も分かる。その家がない状態で、なんかすごい悪化しちゃってる感じがするから、うん、今がない状態。今まではあった。うん、撮影しても分からない。まあいいや。まあ、こっちもそのなんかいい準備してあげてもあげたいなとは思うので、うん、ちょっと仮に準備したとして、いろんなリスクが考えられるよね。そのお金っていう面じゃなくて、まあ、なんか。アラちゃんは絶対その家にさ、男の人とか連れ込んだりするでしょ。うん、で、まあ、そこでまあ、見たんですね。うん、まあ、それ、その犯罪行為。犯罪にはならない。しちゃうっていう。犯罪行為はしない。生活保護っていうか、家が欲しいってこと。生活保護まで受けん。生活保護のルールでそうやって言われたらそうだけど。いや、そうそう。だから、それを今説明してるんだけど。家には男呼ぶよ。呼ぶでしょ、うん、その男っていうのが結構多い男なのか全然わかんない人なのか、うん、次々呼ぶよ。その男たちが、うん、そういう犯罪とか、まあ、それこそそういうような人がいるかもしれないし、まあ、なんか犯罪の温床になりかねない、うん、ただ家が欲しいんだって。だって家がなかったら生活できないじゃん。いやもちろんそれはわかる、うん、こっちらが準備するっていうのはかなりちょっとリスクが大きいのかなって正直それは言ってます。だからアラちゃんの名義で作るっていうのであれば、借りるっていうのであれば全然いいなしたいなと思うので、うん、ちなみに大阪行ってさ、パスポートない取ってないでしょ、うん、その前に子供が出ちゃった。身分証もないでしょ、確かに、うん、そういう状態で果たして借りれるのかっていうところで、まあ、うちの会社を借りるっていうことは、うん、難しいかなって。
だからどうやって借りるの？あやちゃんの名義で、あやちゃん自身が借りる。そもそも自分の名義で借りれる。ちょっとなんかスタートラインですら立ててないような状態。名義は身分証がないからわからんね。でしょ？うん。まあ、そのスタートラインにまず。身分証があれば借りれる。いや、身分証だけじゃない。その副業とかも必要だし。うん、もちろん銀行口座も必要だし、うん、もう携帯電話も必要だしっていう感じだから、これとハードルは高いんじゃないかなと思う。家借りれんじゃん。審査がある。不動産の審査、うん、管理会社からですね、物件のオーナーさんが早内彩良さんにこの家を貸してもいいなって、貸してもいいよって言ってもらわないといけない。じゃあどうやって言ってもらうのかって言ったら、ちゃんとした収入があるよ、証明とか、うん、社会的信用ね、うん、私はこれだけありますよっていうのを提示しなきゃいけない。てかさ、住民票を取りたいんだけど、戸籍謄本とか、あの身分証、あの働くとか家を借りるのに、誰か住所ないですか？誰か住所、その住所を借りよう、借りたい。住所があったらそこに住民票とか送れるから、大阪から取り寄せて。そう、まずは、いや俺は生活保護は先に暮らすけどね。生活保護は受けないって。もうまあ受けないの、受けないの。だから家を借りるのと働くのに住民票とかが欲しいってこと。そんな寮とか入らんよ私は。まあ、入らない。まあそれはあなたの自由だから、うん、まあ、何も言えないんですけど、言わないって言えないんですけど、いつもおかしい。え？役所？この状態で家って借りれないでしょ。身分証がない。今戸籍ってどこにある？愛知県。愛知県にある。あ、だいぶな。住民票もそこ？うん、本当だよ。愛知県に行くのが一番近道なんで、うん、でそしたらだって住民票っていう身分証が、だからそれを取り寄せるのに、うん、あのあれ、住民票取り寄せる家の住所を貸してほしいってこと。いやだから今の状態に借りれないから、仕事もない家もない。だからそのために住民票がいるってこと。そう、だから住民票がすでに愛知県にあるのであれば、うん、使えばいいんだね。それを使って、それを送り届ける住所がない。あ、そういうことか、うん、いや役所に、まあ、これめんどくさいけど、愛知県の役所、その最後にさいたのって、僕愛知県名古屋、名古屋市の何区分からん。高齢だと何もできないんだ。あと親とも会いたくないでしょ。それよりも、うん、今って精神安定剤飲んでない。飲んでないっしょ。だから、うん、多分そっちを、うん、多分最優先にした方がいい。だからそんなことよりも家が欲しいってこと。精神科に行くにも、あの身分証がなきゃいけないじゃん。どうやって診察受けんの、身分証なしだったら。実費もお金ないのに実費なんて無理だよ。じゃあ一緒に行ってあげる。うん、じゃあ行こうよ。うん、今日多分予約が必要だと思う。予約するしてよ。今、ちょっと今電話で確認する。いや今電話で確認するの。今日やってない。じゃあ予約だけ。いや営業してないから電話も出ない。うんうん、本当だよ。ラーリアちゃんの話聞いてほしい。本当だよ。入院やって言ってたじゃん、うん、その強制入院じゃなくて、あの入院の仕方ってなんかいろいろ種類があって、入院って知ってる。自分だから病院には入らない。そう、まあなんかその昔に、まあ、その苦い思い出があるっていうのは、まあ、察するけど、それって多分その俺の憶測だけど、親の同意のもとでの多分結構権力強めの強制的な入院だと思う。結構拘束強めの
本当だよ。本当だ。バカみたい。その病院の中ってさ、窓がないの。外も見えない。うん、バカみたい。あ、病院？うん。本当だ、バカみたい。何が？え？うん、今見た人のとこ。本当だよ。他のお客さんのとこ？うん。世の中おかしいんだって。うん。できないにできるってさ。その、まあ、さっきの話の続きなんだけど。うん。権力強いのは強制的な入院じゃなくて、うん、その入院入院って自分の意思で入院することができるのね。あ、できるよ別に。できるじゃん。精神病院だったらいつでも入院できると思うけど。でしょ？いいって言ったらね、医者が、うん、いつも断られるからさ、最近私が逆に断られちゃってる。あの、措置入院とかだと多分その自傷互いの恐れっていうのがないとできないと思うけど。違う、そういうわけじゃないよ、措置入院って、うん、あの医者の判断だからさ、うん、で、任意入院だったら、うん、だからって病院に入らないって。私は入らんって言ったら入らない、うん、その気持ちを変えるような何か言わな無理だよ。家が家ですとか、精神病院が家が欲しい人に対して、うん、そういうさ、正解を答えとかんと負ける時もあるよ、世の中いろんな生き物がいて、まあ、勝ち負けとか意味なくて、その負ける勝ちにこだわってとか、なんかの選手で、私が言いたいのは自分がいい思いをしたいってこと、うん、だから家が欲しかったら家をさ用意してもらうために、トークでさ、トークが必要な人だったらトークで家に住めるように言ってくってこと。クロージングをするとそれが勝ち負けってこと。トークのあれ、うん、まあ、うまいこと駆け引きして、駆け引きではしない、しない、うん、駆け引きしたって意味ないじゃん。そうだ、うん、まあ入院入院したらとりあえず寝る場所とかある。だからそういうのはいいってこと、いらないってこと、うんうん、もっといいことやな、無理だよ。病院に家がある、私が理想とする家があったら行くんじゃない？だってそれ行くと思うけど、それなりの、そうやって誘って違ったりさ、そっちの方が現実的だよ。誘って連れてって、うまく成立して連れてくじゃん。で、そこに行ったら全然違う場所でしたっていう話、そちらの理想のところに連れてくとか、そっちの方が現実的だよ、うん、どうしても病院に連れてきたいんだったら、その人のさ、あの言った理想をさ、現実にすると言って、しないってことだ。そちらの理想にするってこと。そんな簡単なことはないよ。うまく誘って、あのいい話ばっか、その人に理想を聞くじゃん。何が欲しいとかさ、何か困ってくることありますかって聞くとするじゃん。ほんで家が欲しいっていう人がいるとして、それは私ね、家が欲しいって言うじゃん。そしたらさ、その理想の家を聞いて、それを作ったって言うじゃん。そこに行こうって言って、一緒に行って、着いたら、その理想を叶えるってこと。病院に入れるとか、そこは病院だったとか、そういうさ、ことがさ、正しい知識。それでキャバクラとかでも、金が入ってくるっていう制度、私がナンバーだっていうのはさ、理想をぶら下げてってことね。さ、だからその人の理想を現実にすると言わな、何も現実にさ、その人はいいと言わん、イエスと言わん、動かないってこと、そこに行きたくないって言うってこと。いや、例えばだけど、うん、それが真理。いや、半年間入院してくれたら家準備するよみたいなことだよね。それは無理ってこと。先に入院だから、先に家を用意するって言って嘘だってこと。嘘で騙すってこと。本当だ、そうじゃなきゃ誰もついてかんよ、そんなとこ、うん、先に理想を現実にしますと言って、その人にいいってことをで、ついてくって言って、ついてって、そこの行き先が結果的に違ったってこと。その人、あなたが精神病院に入ってほしいんだったら、精神病院だったっていうことで、現実が理想になるって、あなたの、その理想が現実になるってこと。もう正直さ、だって、今さ、うん、もう家欲しいけどさ、うん、あの、寝るしょうもない、仕事もない、ああ携帯電話も契約できてない、うん、繋がらないって状況で、なんかその、そもそもの職探しも難しいってことね。で、家の住所は貸してくれる人いない？いないでしょ。あ、いない、普通いない。今のアイラちゃんは何が住所？一つ目か、入院か、この二つ以外は、まあね、それは無理だよ。まあ、とりあえず、うん、もう家がない、路上生活続けるしかないじゃん。別に、そういうわけじゃないよ。いや、他に何の選択肢がある？はい、他に何の選択肢がある？すが、まだそれやってればいいだけだから。でしょ、うん、その辺暮らし、それ
飲んじゃってる。安定的にやらないじゃん。それだったらアイラちゃんを買ってくれる人、がいるわけでしょ。金をくれる人ってこと？そう、お金くれる人。でやれるってこと？やって。あ、それならいいね。いるでしょ？その子に住所とか借りられない。だ今いないからさ、電話も、できないから私面倒だもん。そういうの メールとか LINE とかできんって何回もさ、歌舞伎町でも言ってきたけど。あ、それってその携帯が繋がってない。そういうのはさ、なんて言うんだろう、そういう約束とかそれだけでいいんだけど、それ電話帳とか調べるとか、そういう携帯履歴を見るとか面倒でできないんだって。だからメッセージを相手から送ってくれるか、私から送って返事をくれるか、約束とあれだけでいいんだって。時間だけで面倒だもん。それから電話で喋るか、それだったらいいよ。ちょっと分かってもらえてないみたいな。それを伝えたってことね。もう多分家を借りる手段としては、多分誰かに借りてもらってそこに住み着く、あるいは彼氏なのか。嫌なんだって。いや彼氏につくどうでもいいんだって。家がいるとかいらないとか。だから誰かの家、一緒に誰かの家に住むとか嫌だ。自分がいいと思う家に住まない嫌だ。妥協っていうことは知らない。何妥協って。他の人が負けろ。本当だ。折り合いをつけるって。子供生まれる寸前までさ、反対さんに飲んでたでしょ。神対、本当だよ。なんでもない。本当だよ。本当だよ。昨日はちなみに誰か男性と会った。はい。知らんよ。知らん。本当だよ。知らんよ。じゃあなんか朝さ電話してくれたじゃん。ホテルにいたでしょ。いたいたいた。それはどうやって入ったの？知らない。記憶にないの？胸怖い。本当だ。こういうこと。記憶にないの？知らんよ。本当だよ。お醤油もらえますか？はい。はい。はい。醤油。醤油。はい。はい。え？これからどうする？はい。今日はこの後どうする？はい。はい。はい。本当だわ。本当だよ。何でもないよ。どうした？別に。やばいよ。本当だわ。なんで私と喋ってんだよ。本当だ。私の独り言なのにさ、他の人が喋ってなんか動いてるからさ、私の言ったことに。本当だ。アイラちゃん命狙われたりしてない？狙われてないよ。狙ってない？そういうこと。っていう願望もない。知らないよ。そういう状況だと自傷互いのそれはないってことで、分かんないよ。本当だよ。明らかに変わったね。子供生まれた生まれる前と今で自分が変わったって自覚は、ないな。どうでもいいわ。寒い。エプロンした？よく着ね。寒いな。露出が多すぎるから。どうでもいいわ。知らんよ別に。やっぱりそうだ。本当にそう。はい。本当だ。なんでもない。本当だ。あなたって何してる時が幸せなの？何してる時？寒い寒い。本当だ。別に嫌だ。あ、ごめん。本当だよ。
本当だよ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 。何が？え、私。私が何？はい。何が本当？全部本当。全部本当？うん。当たり前じゃん。本当だよ。だから言ってんじゃん。本当だよ。何が？だからプロボクサーとかそういうとこに行くとさ、ボクシングジムとかそうやって教えられるじゃん。それが嫌だったら出てかないかんじゃん。それと一緒だ。ボクサーの人も教えてんだ。だから私だってそういう人だよ。やる人だから。のやり方教えてんだってできないとか全然できてないからさ、誰に教えてんの？いろんな人、そういうのが普通だけどさ、もうやめようかなと思って。やめる？うん、分かんない。本当だよ本当だよ本当だよだから本当だよ。すごいね。うん、本当だよ。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 本当だ。本当だよ。本当だわ。ダンスだってそうじゃん。ダンススクールに通ったらさ、ダンサーじゃないけど行ってみたんだって、試しに。そうしたらもうずっとダンスの練習しろしろって言われるじゃん。次はこう、次はこうってできない人でも。だからそれと一緒。ダンサーとかボクサーとかはそういう、私もやる人だから、いろいろやる生き物だから、そうやって言い出すってこと。他の人までできるようにそういう風に言い出すってこと。本当だわ。すごいね。うん。じゃあそろそろ行った。まだご飯食べる。食べる。うん。そこに気づいた方がいいよ。え？そこに気づいた方がいいよ。本当だよ。本当だよ。本当だ。本当だ。本当だよ。ちゃん、服買ってよ。服。服？うん。T シャツ？ T シャツは服。服？うん。どんな服？私にサイズが合う服。寒いから上に羽織るやつとか。アウター？今度買い物行く？今度？じゃあ今日はこの服ってこと？うん。男物の服とか。T シャツとか着る？T シャツは着ない。着ない。うん。他の服で考えて、着ないと言ったら持ってきても何百着も何千着作っても労力の無駄。捨てる。捨てる。置いといても着ない。ね。うん。そうする。まだ食事を食べてんだって。どうでもいいって。もう行かなきゃいけない。後ろの予定がある。うん、だとまだちょっと食べたいんだけど、お願いしますよ。もうじゃあ早く食べる。本当はさ、その本物がいてもさ、そうやって配線つなぎを行うとか言っといて、そこに出かけてないだけ、機械置いてあるだけだって、そう知らんってことだからさ、うん、何で分からんのかなと思って。テレビでもさ、配線だとコンセントにつながるわけないのにさ、バカでも分かんない、はい、機械が入ってるじゃん中に。れる、うん、それも変えられてるってこと、はい、携帯と同じようなことだ。そこで騙してるだけ、回線つなぎだって。もう原動詞直したと思ってる人がバカだってこと。誰かに騙されてる人。実験してみたらいいじゃん、人間同士でこう歩いたりなんかいろいろ行って直していくってこと。どこまでできるってさ、全然その動きや速度ができないってこと。人間の速度で直せる能力ってか、直すことができないってこと。速度的に何を直す？人間のこう食べたものを出すとかさ、食事だって食べまくることだってできるじゃん。なんか全気を失ってることある。そしたら医者ばっかりだって。医者でも無理だ。一回実験してみたら分かるよ。別にそんなバカみたいに騙してさ、得があるかってことで。本当だよ。本当だよ。生き残っても生きる生き物もバカだから、頭が。
能力が低いんだって。だからさ、全然発展していかんと。渡しといても全然性行為が発展しんでしょ。だからそういうことだよ。バカみたい。そういう人選んでも絶対うまくそういう風になれんってこと。渡すとなれんのに、他の人ってできん人を発展していくってこと自体が生き物違いの人が考えたようなことで、そんな人いませんよってこと。現実に来る人が現実だからさ、こういうナビを聞いてて、それも聞いてた男がいたらね、うん、別にどうでもいいわ。声のナビ、久々に聞いたの。そんなことはどうでもいいとして別にどうでもいいけど、本当だよ、バカでもわかるわ。本当だよ、いつまでもそういうことだよ。うん、本当だよ。渡せなんてできんかったら本当にそれで終わりってことだよ。それが本当のことだからさ、そういう今それ以外の暮らし、普段の暮らし、そういう一言、誰かの一言でも信じたり、本当はそういうことだよ。やめよ、できん人の話別にどうでもいいわ。他の人をさ追うだけで、それだけでさ発展しないってわけだから、できん人にさせられてて何の得があるってこと。本当だよ。発展したいの男も私もっていうか、そのまあ自分で気づくことだね。いつまでもいつまでもそういう中にいて何を信じてるかって、宗教みたいなことだ。ただ法律だけ守ればいいだけ。他の人のできない人にできるって言ったり何かやってたら、未遂ってことは未遂なことやん。そのことわかるやん。だったら一回さ、そういうの知ってみろ。そんな得はないだけで、私とやることを考えてかな、どうやってやるかとか、どういう発展とか、それを考えて いもせんくて、そんなんだったらいつまでも発展しないわ。その相手がさ、一生できん人になるだけ。どんどん街の中とかいろんな人を信じてるだけ。何かを信じてるから、できんな、できんで生きてきゃいいやん。と思ってもさ、別にいいけど、そうしたらその人が発展してて、私の考えももう悪くなってるだけ。他の人のことなんて知ったところでなんだって話。とりあえずそうじゃない。だからまず食べたいからさ、食事を。ジュースが運ばれてこないしさ、待っててもお願いしますよ、ジュース。自分で頼むって言ってんの。何頼む、ジュース、うん、何飲みたい。何があるか分かんない。第一ジャスミン、ジュースがいいんだけど、普通のコーラ。コーラじゃない、炭酸じゃないやつ。グレープフルーツジュース。うん、それでいい。そしたらさ、ジュースね、なんだよ、これ食べていい。うん、じゃあ僕行くね。まあ、今あゆちゃやらさんと解散したんですけど、まあ、明らかに、家があって、安定剤を飲んでいた時と比べ、症状が戻っていると思います。あゆちゃやらさんの取材を始めたばっかの頃に近い状態なんじゃないかなと思います。で、まあ、今の彼女に多分必要なものって、まあ、その定住できる場所と、まあ、安定剤を毎日服用することで、まあ、多少なりとも改善が見られたっていう実績があるので、それらが必要なんでしょうけど、いかんせん生活保護も自分で、断っちゃうぐらいですし、今の彼女に家を借りるとかっていうのはちょっと無理な気がしますね。打つ手なしって感じがします。